4K カメラで撮影するのに、この V30 の青い SD カードと V90 の赤い SD カード、どちらがいいケロ？はい、というわけで、新年一発目のケロチャンネルですが、皆さんお正月いかがお過ごしでしょうか。というわけで、Amazon で新春の、セールが始まりましたけど、キロも三脚とか、4K のビデオカメラ用に SD カードなんか買おうかなと思ってたけど、この 4K のこのビデオカメラ、SD カード一体どれがいいんだろうと、ふと思ったけどね。今まではこのキングストーンの128GB、V90 ですね、V90 のカードを使ってたけど、でこの V90 のカードって結構値段が張って、タイムセール前は1万6000円オーバーとかしてたけど、こちらの同じ 128GB で、V30 ですね、この V っていうのはまあ速度の違いなんですけど、30のカードの方が、2700円とかそれぐらいのレベルのお値段で非常にお安いです。でこちらはまあタイムセールじゃないと、1万6000円ぐらい、タイムセール期間中で1万3000何百円かなんですね。値段でだいたい4倍ぐらい、違うということで、まあどっちがいいんだろうふと思って、試しにこちらの、安い方のカードで、この 4K のカメラで、実際に撮影をしてきたのでちょっとご覧ください。まあ番組の、準レギュラー状態の JK さんに連絡をしたんですけど、楽器の練習の様子とか撮らせてもらおうかなと思ったんですけど、今日ちょっと JK さん都合が悪いということで、ちょっとね、公園なんかに行ってみて、わざとですねちょっと激しめの、カメラワークでパンとかチルトとか、あとまあ実際にカメラを持ってこうブラブラ歩いたりとかして、テストをしてみたんですが、特にデータの欠損もないですし、撮影中に、SD カードの警告が出ることもなくって、まあ結論としてはこちらの、2700円ぐらいの、この安い、V30 の、カードでもこのパナソニックの 4K のカメラは、問題なく使用することができました。というわけで、この V90 のカードなのかそれとも、V30 のカードなのかという問題なんですが、基本的に V30 のカードでも問題なく撮影できるということが分かりました。全てのメーカーのカメラで、まあ問題なく使えるとは、言い切れないんですが、まあ私の手元にある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 じゃないね、私の手元にありますこちらのカメラでは、特に問題なく、こちらの青いカードで、撮影することができました。というわけで、新年一発目のケロチャンネルですが、ちょっとビデオカメラネタということで、ペンタックスのカメラとか好きな人には申し訳ないんですが、また次回何かね、写真ネタなんかやれたらいいなと思っています。それでは今年もよろしくお願いします。ケロケロ。